長崎半島。長崎半島は、九州北西部、長崎県域にある半島の一つ。野茂半島とも呼ばれる。全体が、長崎市に属する。九州北西部の長崎県域のうち、九州本土域では、北松浦半島が北へ突き出し、その南では逆万字型に、西園木半島、長崎半島、島原半島と三つの半島が突き出す。 長崎半島は三半島のうち南西に突き出したくさび型の半島である。長崎市南部の大浦、戸町、深堀、モテギ、三は、野茂崎地区が該当するが、どこまでを長崎半島と見るかは人によって異なる。最大幅六キロメートル、長さ二十二キロメートルの半島で、西岸は高野城を境に、長崎港と五島灘、東岸は天草灘、 立花湾に面する。各海域は、南の東、品海へつながる。沿岸の後島灘には、高柳島、横島、中志島、硫黄島、黒島、野島、高島、中野島、丹島などの島がある。この内高柳島は埋め立てにより、深掘り地区取りく続きになり、さらに、高柳と中志島をつなぐ硫黄島大橋が、平成23年。 2011年に開通した。天草灘川、脇岬崎地区の沖合に中島と川島があり、これらも昭和61年、1986年に川島大橋が開通して、本土とつながった。東、シナ海を北上する津島海流の影響が強く、気候は温暖で、年間降水量も約2000ミリメートルと多い。全体的に、 丘陵地が多く、平地は海岸沿いの各所にわずかに見られるのみである。かやきから、ためいし北は、流気順平原で、半島の幅が広い。標高590メートルの八郎岳を最高峰に、戸町岳、427メートル、熊が、峰、569メートル、悪所岳、5 0六メートル、兜ぶと岳、462メートル、小八郎岳。 564メートル、寺岳、452メートルなどの山が連なる。これらの山地は主に玄武岩などの長崎火山岩類からなる。かやきからため石井南では半島の幅が狭まり、標高も低くなる。地質も結晶変岩主体の長崎変成岩類へ変化する。ただし各所に変半霊岩、白亜紀層、第三紀層、蛇紋岩、 ビーチロック等も点在する。変半霊岩は、放射年代で4億8000000、前の値を示し、九州最古の岩石の一つとされ、海岸の岩石露出地は、平成6年、1994年に、野間崎町天然記念物、平成17年、2005年に、長崎県天然記念物に指定された。白である三、三約 百万年前は、平成16年2004年以降に、恐竜、緑竜、亀、ワニ、古代魚等の化石が相次いで発見されている。第三基礎は石炭を含み、軽化に、海化石、業界隠歴岩等が見られる。ビーチロックは、脇岬海岸の南側にあり、これも、平成6年に、長崎県指定天然記念物となった。海岸は、 丘陵地が迫っている上に、波浪で侵食されるため、険しい海食がけが続く。ただし南部では各所に、砂浜や、歴の浜が発達し、竹路、高浜、脇岬、河原、宮釣り等が海水浴場として利用される。また、野本、脇岬の集落は、陸系島上にあり、河原には、海跡の河原大池が見られる。河川は北部ほど大きい傾向があり、 北部の半島付根部分に、浦上川と中島川、南に加納川、若名川、大川が続く。どれもそれほど大きな川ではなく、雨の高で水量が大きく変化する。植物では熱帯性植物のアコウ、ハマゴウ、キ黄色土鳥ち、ヘゴ、大陸系植物のダンギク等が見られる。脇岬の北には昭和44年、1969年に、 長崎県阿根体植物園が作られた。動物では南端にほど近い川島に大ウナギ生息地があり、大正12年1923年に生息北限として国の天然記念物に指定されたが、平成23年2011年に北部の中島川水系でも大ウナギが発見れた。丘陵地には九州寺か 日本自家やイノシシも生息するが、21世紀初頭には、これらが個体数を増やし、食害で自然や農作物への影響が出ている。沿岸部に漁業集落が点在するが、茅木、高浜、ため市、宮崎などは農業集落の性質も持つ。多め市は、明治37年、1904年に宝石産五漁の船が、 男女群島海域で遭難する事件があり、以降農業に転じた経緯がある。また半島部には大規模な石炭層はないが、ほど近い再会場にある小野岐島、伊用島、高島、丹島では、日本の近代化とともに石炭採掘が進められ、海底下で石炭を採掘していた。これは昭和61年、1986年に、 最後の高島炭鉱が閉山するまで続いた。長崎県最後の炭鉱は2001年閉山の池島炭鉱。深堀は中世には水軍の港として、江戸期は佐賀藩、鍋島市の飛び地として栄えた。明治以降は三菱重工業長崎造船所をはじめとする造船業が起こり、深堀、高野木地区には造船の関連企業が立ち並ぶ。 沿岸漁業ではマアジ、ボラ、カラスミ用、イセエビ、サザエ、アワビなど多くの魚介類が漁獲される。傾斜地を切り開いたランダン畑では、ビワやミカンの栽培が盛んで、モテギビワは日本産ビワを代表する地域団体商標の一つである。長崎市街地中心部からモテギへ、国道324号、同じく市街地中心部から半島西岸を経て、 脇岬へ国道499号が伸びる。どちらも海上区間を含み、茂木、脇岬とも終点ではない。野護から茂木、八神方面へ至る、半島東岸は、県道34号が走っている。他には、高野木へ伸びる、県道29号、深堀大加護茅役をつなぐ、県道224号などもある。長崎港大鳩と洋島、高島、 五島列島を結ぶ船便が運行されている。東部のモテギと熊本県霊北町を結ぶ船便もあるが平成23年2011年にフェリーが休止され高速船、車載付加に変わった。長崎自動車、長崎バスによって長崎市外方面から各方面へバスが運行されている。他に半島内を連絡する長崎市、コミュニティバス、 長崎自動車が委託運行もある。鉄道は長崎本線が長崎駅止まり、路面電車の長崎電気軌道も石橋電停止まりで、半東部に線路は通っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。